男物乗りの大橋です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はホームセンターの混合ガソリンで元コンポは走るのか実験です。前々回ホームセンターの草刈り機用混合ガソリンを元コンポのタンクに入れました。今回は簡単な走行実験です。今回の仕様変更内容です。混合ガソリンを入れた他にノーマルマフラーに変更しております。エンジンの始動はいつもよりスムーズでした。アクセル急回避のモワモワは直っておりません。たまに綺麗に吹き上がる時もあります。近くのガソリンスタンドまで走行テストです。ノーマルマフラーに変更したところ、アクセルオンでフロントアップするようになりました。近くのガソリンスタンドまで行き、ガソリンを入れ、また帰ってくる、そんな実験です。ガソリンを入れた後はオイルの比率が薄くなります。この辺も見どころとなります。現在のところ異変もなく普通に走ってくれております。この信号で面白い車を見かけました。今しばらくお待ちください。変態とか言ってすいません。こちらも変態バイクでした。冗談抜きでかっこよかったです。ガソリンスタンドに到着いたしました。廃屋ガソリンを 0.72L 給油いたしました。オイルの混合はなしです。帰りに何か異変が起こるのかワクワクしながら信号を待っております。
ホームセンターの混合ガソリンを1リットル入れました。そして先ほど 0.72 リットルガソリンだけを入れました。それ以外が 0.8 リットル残っている計算です。ガソリンを入れた分、オイルの比率がかなり低くなっているはずですが、今のところ異変はありません。今のところ異変らしき異変は起こっておりません。ここで今回の実験は終了です。ホームセンガソリンの感想です。短距離であれば問題はなかった。ただし、全量使用したわけではありません。全量使用、長距離だとまた異変があるかもしれません。お気をつけください。結論です。よほどのことがない限り、1リッター500円のガソリンは使わない方が良いというのが私の感想です。くれぐれも真似されぬようご注意ください。この10万円カレンコンポの行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。今回何も話すことがないので一曲歌います。私が作りました元コンポの歌。元コンポは希少な原付き古い遅い部品が出ない。お金そこそこかかる。ではまた。